A4 とかハイ A とかっていうのはその音が何オクターブ目の音なのかということを表していきます。自分の限界キーを正確に調べる方法っていうのをお伝えしていきます。このは僕の中では最強アプリです。誰でも思い通りに歌うことができるサクセスボイスの岩谷翔です。今回はですね、どのくらいあなたは声が出せるのか、これについてピアノや音域チェック動画以上に正確に自分の声の状態を速攻で調べられる方法についてお話します。このチャンネルはボイトレとか音楽をこれから学びたいという人には超おすすめの内容ですので、チャンネル登録して最後までご覧ください。また僕やサクセスボイスについてよく知りたい人は公式ページや Twitter をチェックしてもらえると嬉しいです。では本題に行きましょう。よく YouTube のボイトレ講座をいくつか見ていると、この曲の最高音はハイ A ですとか、すごいこのハイ E までのこの歌詞は出ているんで、ものすごい声域なんですねって楽曲解説されてることが多いんですけど、いや、そもそもの話ね、 A4 って何なんて思いません？これ特にボイトレ初心者の方が困っている方が多いポイントなんですけど、実際、自分の声の高さどれぐらいなんだろうなって調べてみると、いろいろ実はね、めんどくさい感じのことがいっぱい書いてあって、自分の声どれぐらい出せるのとかいまいちよくわからない。例に挙げると、音域とか、あと声域とか、あと音階でもミッド 2G とか高いドとか A4 とか、もうなんなん、好きなん、嫌いなん、お前はどっちなんみたいな感じでいっぱい用語が出てくるわけなんです。ちなみにね、僕は最初地元のボイトレを受けた時に、今回の議題である音域の話でめちゃくちゃこんがらがりました。先生にね、レッスンでね、あ、君は A4 が出てるねって言われるんですよ。なんとなくそういう音があるんだなって思ってて、で次のレッスンに行くと、この前出てたハイ A が甘くなってるねとかって言われて、さらにじゃあミッド 2E から声出してみましょうとかって言われる。何なんですかこれは、すごくモヤっとする。日本語で話してって思うわけです。でもね、みんな結構この音域に関しては A4 とか A2 とかもうそういう感じで当たり前のように言ってるから、なんかね、恥ずかしくて聞くに聞けない人が多いんですね。特に僕はそうでした。この音域ですけど、分かってしまえば実はすごく簡単です。でこれを理解しておくと、自分の歌いやすい曲とか見つけやすくなったり、あとカラオケ行ってキーが合わない曲とかをどのぐらい上げ下げしたら自分にちょうどいいか、こういうことが分かるようになります。めっちゃ便利なんですよ。ではもう早速音域について教えてしまいましょう。例えばね、さっき出てきた A4 なんですけど、ドレミで言うとこれラのことです。 A っていうのがなぜラなのかっていうと、実はドレミファソラシドっていうのは英語で言うと CDEFGABC という風に言うんです。もうね、これはね、国ごとにもう言うからしょうがない、覚えてください。 CDEFGABC なんです。でこの A っていうのは CDEFGA っていう6番目の音なんで、ドレミで言うとドレミファソララっていうことがわかるんです。だからこの曲の最高音は A4 ですとかって言われたら、あ、ラのことねって思えばいいです。じゃあ4って何、ハイって何っていう話になります。このね、 A4 とかハイ A とかっていうのは、その音が何オクターブ目の音なのかっていうことを表していきます。最初に言っておくと、 A4 とハイ A っていうのはぶっちゃけ同じ音です。これもね、後で解説するんですけど、まず数字の方が分かりやすいんで、そっからご説明しますね。A4 っていうのは、簡単な話、ピアノで言うと、下から4オクターブ目のラの音という意味です。まあ、オクターブっていうのは何かっていう話をすると、例えば、これ分かってたらね、簡単なんですけど、ドレミファソラシドっていうのが、ドレミファソラシドっていう一回りあるじゃないですか。これが1オクターブって言います。だから、これ、ドレミファソラシドレミファソラシドって言うと2オクターブ。ドレミファソー、こういう感じで出ないけど、ドレミファソラシドってさらに言うと3オクターブ。こういう風に、オクターブが変わってきます。ピアノ基準で4オクターブ目のラの音っていうのが、これ A4 と記されるわけなんですよ。下から考えて、1、2、3、4、ここ。この、ここが A4 です。めっちゃわかりやすいですよね。ピアノで見たらもう、あ、1、2、3、4、4なんですね。ちなみにピアノの一番端の音、これですね。これもラなんですよ。で、これは A0 と言います。そこから A1、A2、A3、
A4、A5、A6、A7 というふうに、ピアノでは音が鳴るんですね。ここから注意点があります。よくね、テレビとかでね、新人歌手が出てきた時に、3オクターブの歌声の持ち主、何々さんが歌います、聴いてくださいとかって、言われることって多いんですね。で、これは今回話してる音域とはまた別の話です。音域とは別に、声域という声の域というものがありまして、音域っていうのは先ほども言った通り、その音がどのぐらいの高さなのかっていうのを表します。もう絶対的なものですね。声域っていうのは何かっていうと、どのくらいその人は出せる声の高さに幅があるのかっていう話になります。例えば僕の声域を調べましょう。僕の、地声の最低音っていうのはだいたいこれ C3 だとして、だいたい E2 ぐらいまでなんですね。ここから上げていくと、だいたいこの辺ですね。これ、ソなんで G4 です。CDEFGG4、だいたいそのあたりが僕の地声です。でそこから裏声いくと、はー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 、だいたい今で B5 ぐらいでもうきついかなっていう感じです。なんで、E2 から始めて、まあオクターブを調べるとここ1オクターブじゃないですか。で2オクターブで、これで3オクターブあるんですよ。わあ、すげえ、俺3オクターブある。で、さらに、1、2、3、4、5、6、7つあるんで、だいたいですけど、3オクターブ半ぐらい僕は声域があるという風になるんですね。もちろん、これとは別にね、歌で使える声域ってのはまた別ですよ。これは出るだけなんで。まあ、とりあえず、この音域と声域の違い、しっかり理解しておいてください。じゃあここまで話すと、残されているのはハイ A というまあよくわからない音域の表記の問題。これね、結構有名なね曲で、高音中テストってみんな知ってます。生徒さんに教えてもらって、あ、面白いなと思ったんですけど、ニコニコ動画発祥の動画らしいんですけど、あなたはこの音域出せるかなっていうのをまあやるような挑戦の曲なんですね。だからそれでまあこういう感じで歌詞がハイ A ハイ B っていう感じの歌詞でね、あなたはこの音域出ますかっていうやつなんですけども、この時のハイヤーっていう表記が今言ってる音域のもう一つの、表記の仕方なんです。でね、これも理解してしまえばそんなに難しくないです。実はこれね、音域の別の読み方でして、基本的には音域の読み方とほぼ一緒です。まずハイヤーハイヤーっていうのは、先ほども言った通り A4 です。一番1、2、3、4ですからね。で、ピアノで見たときに4オクターブ目のラのことです。で、ハイハイ A っていうのもあるんですね。それはさらに1オクターブ上だよっていうので、この A5。で、5オクターブ目のラのことです。つまり、ハイハイハイ A は A6。ハイ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  A は A7 のことになります。もうハイハイ言いすぎてね、もう分かんなくなってきてるんですけど、だからもうとどのつもり、ハイ A って言われたら、あ、A4 のことだなって思えば、非常に簡単になります。じゃあ、A4 以下、ハイ A 以下はどうなるんですかって話になるじゃないですか。まずね、A3 はね、ここから1オクターブ下のところね、ここは、ミッド2 A という表記になります。ちょっと難しい。で、そして A2 は、さらに1オクターブ下の A2 はミッド 1A になります。あ、数字が下がるのねって。あ、なるほどなるほどねって。じゃあ次、ミッド 0A なのかなっていうと、ここからロー A ってなります。もうわけわかんなくなる。さらに、それのさらに下の、ラは、ローロー A と言われます。実際のところ、まあ僕もあんまりこの表現は使わないです。なあ、わかりにくいと思うんで、なるべく簡単にしようと思ってるんで。これね、なぜこういう表記かっていうと、これね、A を起点として考えていく表記なんですよ。だから一番下が A0。ここじゃないですか。これが、ローロー A だとして、A で全部変わってくるんですよ。ローロー A、ロー A、ミッド 1A、ミッド 2A、ハイ A、ハイハイ A、ハイハイハイ A、ハイ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  A、ハイ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  A。
こういう感じですね。つまりですよ、これハイエーの一つ下、一つだけ下のソ、これは普通の数字で言うと G4 の表記になるんですね。でもこれが別の表記になるとミッド 2G ってなります。こんがらがる、もうなんでこんなにめんどくさいんって思うじゃないですか。まあこれにはね、実は理由があって、まあ最初に言ったと思うんですけども、ピアノの一番下の音はラで始まるわけです。ラです。でこれは数字表記で A0 って言います。でこれ歴史的なことを言うと、音楽って実はA から始まるのが基本の考え方なんですね。だからオーケストラで調律とかでチャーとかってね、クラシック聴きに行ったら一番最初に聴けるじゃないですか。あれも実は A の音、ラの音でやってるんです。まあこっからは豆知識なんですけど、英語のドレミファソラシドって CDEFGABC って言ったじゃないですか。でラが A なんですよ。でこれね、僕最初見た時思いました、なんで C からやねんって。うん、ABABCDEFGA ってこれにしろやって思ったわけです。でもね、違うんですよ。実はラが全ての音楽の起点にあるので、 ABCDEFGA、 こういう風にピアノの一番下の音がラ、音楽の起源がラだから A っていうのがここにあるわけですよ。この辺話していくとね、面白いのが、まあ C、 つまりドから始まる音楽とラ、A から始まる音楽でちょっと考え方が変わってきて、これによってなんかね、起こるのが、みんなが身近にあるんだったらカラオケね、カラオケの祭典があるじゃないですか。でカラオケの祭典で音的には合ってるはずなのに低く表記されたりして、なんで俺ちゃんと歌えてるのにってがっかりすることとかあるじゃないですか。あれも実はこれ関係してます。なんかね、結構ねそれで悩む人もいるんで、あれはまあ正確なピッチとは音楽的には言えないんで気にしなくていいよっていう風にフォロー入れたりします。だからね、まあここら辺ねマニアックな話になってしまうんで、まあ YouTube ではこの辺にしておきましょう。で、この影響で、音域も A から数えていくのが音楽的には正しいんじゃないかという派閥があります。それとは別に、いやいや A4 とかの方が分かりやすいやんという派閥の中で結構理論は揺れ動いてます。だからハイエーって言ったり A4 って言ったり、まあいろんな表記が混在しているのが今の世の中なんですね。まあどっち使ってもいいです。ここまでが音域と声域の話です。でここからもうちょっと実用的な自分の限界キーを正確に調べる方法っていうのをお伝えしていきます。正直ね、ピアノとか他の音域チェックで調べる方法より今から教える方法めっちゃ簡単です。で正確に測れるんで、ぜひねこれ試してみてください。というのがね、結構ピッチってね、初心者の方がこの動画だけで調べていくとずれているのに勘違いしてしまう可能性がすごい高いんですね。なんかあるじゃないですか、あここまで出てますね、じゃああなたは最高音が G4 ですとかってあるんですけど、でもこれ本当に合ってるかどうか動画では確認できないんですよね。なので今から、おすすめする方法だと、かなり正確にあなたの最高音とか最低音調べれますんで、ぜひ調べてみてください。はい、どういう方法かというと、もう実際やってみましょう。はい、ドン。これね、スマホのアプリでボーカルピッチモニターというアプリなんですよ。これ Android 版は無料で、 iPhone でもね100円とか200円とかそれぐらいめっちゃ安いアプリなんですけど、ただこのアプリ何がすごいかっていうと、自分が出している音っていうのを完全に一発で調べてくれるんですよ。実際やってみましょう。まあ声出したら、あー、はい、お前の声今 G4 やでっていう風に教えてくれるわけです。めっちゃ簡単やね。で、使い方も簡単で、アプリを起動して、マイクオンにして、で、あーっていうだけで、もう、そのままで自分の音域、すごいリアルタイムに出してくれます。そんで、もうね、この辺、この辺、あーって今出てるでしょ?もうここら辺に、はい、この辺ね、あーって。ここにもう音域出してくれるわけ。めっちゃ簡単。これも数字表記で A4 やでーとか A3 やでーとかっていうのを教えてくれるんで、もうね実際ねこの動画見てるよりこれ使った方が早いんですけど、めっちゃ便利です。僕こういう歌の補助アプリっていうのはもう iPhone も Android ももう徹底的に結構調べてるんですよ。だから結構ね、みんなが何それっていうようなアプリも知ってるんですけど、このボーカルピッチモニターは僕の中では最強アプリです。何が違うかっていうと、他の音域アプリよりレスポンスが全然違うし、何よりね判定しづらいねダミ声とかでもねちゃんと認識するんですよ。
ちょっとやってみましょうか。出るよね。全然ね、精度が違うわけ。だからぜひおすすめなんで、使ってみてください。ちなみにボーカルピッチモニターの回し物みたいに僕今なってるんですけど、これ別にメーカーさんにお金一切もらってないんで、そこだけは勘違いしないで。純粋にね、このアプリはもうボーカリスト全員が入れといた方がいいよっていうおすすめアプリなんで、ぜひね使ってみてください。というわけでいかがだったでしょうか。音域とか声域の違い、そして A4 のような数字表記と High A のような文字表記の違いも分かったでしょうか。もしね、分かんない場合はね、ぜひもう一度この動画をね、最初から見てもらえるとかなり理解が深まると思います。では次回はこのあなたの音域が分かった状態で、さらにその声が高いのか低いのか、そしてあなたはどんな曲が歌いやすいのか、そういったね、内容を動画にしていきたいと思っています。そちらもね、合わせてご覧ください。このチャンネルでは、歌で人を感動させたいボーカリストになるための情報を発信しています。チャンネル登録がまだの方は登録し、またベルボタンの通知もオンにしてもらえれば、本物のボイトレ情報をいち早くお届けします。また今回の動画のようにサクセスボイスに取り上げてほしい楽曲のリクエストや、あとこの動画の感想などもコメントしていただければ嬉しいです。さらに僕とつながりたい人は LINE とか Twitter もやってますんで、お気軽にフォローしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。レッツトレーニング。バイバイ。